殺した人のニュースが流れてきた。血まみれセーラー濡れ着の閃光、たちまち心はネットの餌食。危ないですから離れてください。そのセリフが集合の合図なのにな。バカ騒ぎした奴らがアホみたいに取りまくった冷たいアスファルトに流れるあの血の何とも言えない赤さが綺麗で、綺麗で、泣いてしまったんだ、泣いてしまったんだ。何も知らないブラウン管の外側で生きて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 いたんだよな。最後のさよならは他の誰でもなく自分に叫んだんだろう。彼女が最後に流した涙、生きた証の赤い血は何も知らない大人たちに2秒で拭き取られてしまう。禁止の黄色いテープ、ドラマでしか見たことない。そんな言葉が飛び交う中で今彼女は一体